はい、皆さんこんにちは。店長の山川です。12月1日に三沢のホッキ貝が解禁になりました。今日はその旬のホッキ貝をですね、刺身にして、ご覧にいただきたいというふうに思ってます。今日の担当はですね、鮮魚の部門長の上野でございます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ね、さばいてみ、見てもらいます。はい、本日はこっちの大きいエル玉を使用します。ご家庭にあるこういうステーキナイフ、こちらで開くことができます。でホッキっていうのはこちら側に水管がございますので、こちらからナイフを入れるように。ま、で貝柱が2箇所ございます。ここに両脇に2箇所ございますので、まずは片方ずつナイフを入れて、ここちょっと力いるので気をつけてくださいね。でこうやってまずは片方外します。片方外しましたら、こっち側、今こっち側外しました。ちょっと開くので今度は上の方外してください。それではさっき剥いたホッキですね、こちら今ね、この玉と呼ばれるところと紐を分けていきます。こちらは簡単です。もう手でできますので、こちらを掴んで引っ張るだけです。これで玉と紐が分かれました。じゃあもう一個いってみます。こちらを引っ張るだけですね。はい、これで玉と紐が分かれました。じゃあまずは紐から調理していきますね。こちらの紐なんですけど、このエラの部分、こちらは食べられませんので取ってください。はい、取りました。それでこちらの紐に貝柱が、2個ついてます。こちらももちろんお刺身で食べられますので、こちらも外してください。そしてこの紐だけの状態になりました。で紐にこの黒い縁があります。こういうのを取ってください。これが残ってると口の中でちょっと、あまり口に残っちゃいますので、こういうのを取ってください。で今こういう状態になってます。これのままだと長いので、まずは半分に切って、あとはこの水管の部分ですね、こちらも半分に切ってください。ここは砂噛んでる場合がありますので、はい、こちらですね。で今度は玉の部分をやっていきます。で玉の部分にこういう、もやしみたいのが入ってるんですけど、これは緩衝帯といって、ホッキの消化器の一部なので、まあ気にしないでください。寄生虫とかではございません。では開いていきます。ホッキを開くときはこちら側から、カーブしている方から開いてください。はい、こちら半分になりました。でホッキはですね、内臓、この黒いのが内臓です。こちらを外すようにしてください。包丁の先でやるとちょっと危ないですので、包丁のこの手前の角でやると危なくないと思います。こういうふうに、取っていって、で裏返してこういう黒い部分残ってたら取ってください。これでホッキの、刺身ですね、下処理を完成していきます。はい、こちら1個終わりました。でもう1個やってみますね。でちょっと鮮度がいいので、こう叩くとキュッと縮まります。この状態で開いた方がやりやすいです。で半分にして内臓を取り出します。さばける人間というのは尊敬しちゃうなね、本当に。はい、それではお刺身を作っております。こちら先ほど下処理を終わりましたホッキです。まず一つはね、湯引きやっていきます。こちら湯引きしますね。紐も一つ湯引きしましょう。貝柱も湯引きしていきます。でこういうふうにね、器に移したら、ポットで熱したお湯ですね、お湯かけていただいて。これ湯引きしたやつと生のやつではやっぱり風合いがだいぶ違うの？そうですね、湯引きした方が甘みが増します。こういうふうにね、ちょっとこうキューッと丸まっていきますので、はい、こういうふうにね、若干赤みが出てきますので、はい、この状態でお湯を捨てます。で水を切りましたら、キッチンペーパーなどで、水気をよく拭き取ってください。この時に若干こすりますと少し汚れ取れますので、こすってください。でこちら湯引きですね。湯引きはな、沸騰したぐらいの熱いお湯でいいのかな？そうですね、熱いお湯の方がいいと思います。昆布だしとかで湯引きしてもいいと思います。あ、なるほど。でこちら紐ですね、紐も水分をよく取ってください。こちらが、湯引きした貝柱です。それでは今からお刺身にしていきます。はい、それではお刺身切っていきます。まずですね、ホッキ貝の殻を器にします。で
貝殻結構ね、お刺身の器にする方多いと思いますが、まずは水分をよく拭き取って、でその後ですね、必ず、アルコール、こちらで消毒してください。こちらと、こちらはちょっと土台に使いましょう。このようにしていただいて、大根のつまですね、こちらを一握り程度でいいと思います。こちらホッキ貝の器の中に乗せて、あとは彩りの大葉ですね、こちらこのような形で、はい、それではホッキを切っていきます。まずは生の方からですね。でホッキ貝というのはこちらの方歯ごたえございますので、ここに包丁をこうちょっと入れてあげて、鮮度がいいのでちょっと動きますね。動きますね、はい、でこうなったらちょっとこう叩いてあげてください。こうキュッと縮まります。でこちらこのままでもいいんですけど、大きいので半分にしました。こうですね。でもう一個、今度は湯引きもいってみましょう。湯引きも丸々かな、なりませんでした。こう並べて全部やっちゃいましょう。はい、今度は紐ですね。紐はですね、ちょっと長いので半分に切ってください。こちらに並べます。で生のこちら生ですね。水管の部分ちょっと切ってあげてください。ぬめりが強いですので、はい、あとは貝柱ですね。貝柱は一口サイズですので、もうそのまま盛り付けてください。はい、これでお刺身の完成です。おお、美味しそう。今にも大きい出しそうだよね。そうですね、やっぱ鮮度がいいのでまだ生きてますので。はい、できましたね。こういうふうに、お皿に飾り付けすると、ご自宅でもですね、居酒屋気分で、召し上がれると思います。美味しそうです。おお、これはホッキ貝の貝焼きじゃな。うまそうじゃな。ではいただきます。貝柱、うん、コリコリしてうまいでござる。さすがに三春屋のホッキ貝は三沢から直送売産権持ってますから、新鮮なものが安く入ってるから、これは美味しい。はい、今日は満足じゃ。それではこちらも参るぞ。まずは湯引きじゃ。この食感うまいでござる。次は生を食するぞ。こちらもまた違った風味でうまいでござる。貝焼き刺身ときたら次は寿司を所望したいの。任せてください。はい、ご苦労。それでは参るぞ。まずは貝柱と紐軍艦。海苔の風味も抜群じゃ。うまい。次は一つ寄せて湯引きです。これは甘みがご飯ととっても合うでそうよ。これもうまい。うわ、満足や。はい、今が旬のホッキ貝、ご自宅で召し上がれ。